僕、はじめ社長の畑のヘビーユーザーなので、これはメンバー全員揃えたい。師匠出てくれ。皆さんこんにちは、ジェイソンオリゴブルダー、ひろゆきだ。はい、今回の動画は、レゴと全く関係ありません。今回は、ついに、やっと見つけて、変えることができました。それがこちら。はい、こちら。逆だった。はい、こちら。VTuber マンチョコです。ついに変えました。ちなみにこれ自体の発売が、確か8月か9月あたりで、僕めちゃくちゃ欲しかったんですけど、どこにも売ってなくて、それで諦めかけた時に、たまたま近くのコンビニに置いてあったので、買いました。これずっと欲しかったので、買えてめちゃめちゃ嬉しいです。はい、こちらはそもそも何かというと、ウーム所属の YouTuber さんたちがコラボした VTuber マンチョコになってます。パッケージは2種類あって、センターに我らがヒカキン師匠と、兄さんと枝さんがいます。ちなみに僕はじめ社長のことを枝さんと呼んでます。でもう一つが枝さんと畑の方じゃない哲也さんとフィッシャーズのシルクさんがいます。全24種類キラキラシール入り。後ろにはビックリマンがウーム所属の動画クリエイターと奇跡のコラボ。今回コラボしてる YouTuber さんは19組います。ちなみに僕ちょっと残念なのはレオンチャンネルさんとオタマさん入れてほしかった。僕あの二人めちゃくちゃ好きなので、もし第2弾出るとなったら入れてほしいです。これなんで買ったかというと、それは師匠と枝さん欲しいのと、なんとはじめ社長の畑。うわー嬉しい。僕はじめ社長の畑のヘビーユーザーなので、これはメンバー全員揃えたい。最近フラベジからはじめ社長の畑へ変更されて、さらに大地さん帰ってきたので絶対欲しい。であと収録されてる YouTuber さんは結構重鎮な方だらけですね。これは開けるのがめちゃくちゃ楽しみだ。はい、今回こちらの VTuber マンチョコを10個買ってきましたので、10個一気に開けます。では開けます。ちなみに欲しいのはヒカキン師匠、セイキン兄さん、はじめ社長が2種類あるので、とりあえず1種類出ればいいかな。であとははじめ社長の畑全員。では1個目開けます。せーの、よっと。逆だった。これだ。夕闇にいざないし漆黒のエンジェル。まず1個目は夕闇さんが出ました。そういえば夕闇さんってはじめ社長の畑で結構コラボしてるイメージがあります。前はこのようになっていて、後ろはこのようになってます。コミック系ラウドバンド兼動画クリエイター。面白そうだな。じゃあせっかくなのでお菓子を食べたいと思います。はい、中のお菓子はこのようになってます。僕これがめちゃくちゃ大好きなんですよね。ちなみに VTuber マンチョコは6割お菓子メインで4割シールメインです。ビックリマンチョコっていろんな作品とコラボしてるんですけど、僕がビックリマンチョコで一番コラボして嬉しかったのはカリウドマンチョコ、モンハンとコラボしたビックリマンチョコ、あれが一番嬉しかった。であとはスターウォーズマンチョコもコラボしてめちゃめちゃ嬉しかったです。でもあれは残念ながらコンプリートできなかったんですけど、あと5、6種類でコンプリートだったような気がします。えらい脱線しちゃったんでこれを食べます。全然変わってない。3年前にビックリマンチョコ買って食べたんですけど、味全然変わっていない。これ何が美味しいかって言ったら、チョコがめちゃくちゃ美味しいんですよね。バンダイで発売されてあるウエハースシリーズあるんですけど、あれよりめっちゃチョコが熱い。食感とか全然違うんですけど、僕はこっちが一番美味しいです。うんめ。では2個目開けます。いただきます。せーの、よっと。アバンティーズだ。はい、2枚目はアバンティーズが出ました。アバンティーズもはじめさんと結構コラボしてましたね。はじめさんとアバンティーズのコラボ動画で好きなのは YouTuber の闇です。あれは死ぬほど笑いました。裏面はこんな感じです。では3つ目開けます。いきます。せーの、よっと。だいだ。やったー。うわー、めちゃめちゃ嬉しい。はじめ社長の畑のタナチさんとトマトさんが出ました。早速欲しいのが出てめちゃめちゃ嬉しいです。では4つ目開けます。ではいきます。せーの、よっと。アバンティーズがダブった。アバンティーズがダブっちゃいました。1つ目開けます。ではいきます。せーの、よっと。ん、何これ。7個。誰。はい、5枚目は、ななこさんが出ました。僕、ウームの YouTuber さんすべて知ってるわけではないので、これガチのファンの皆さんは、本当にすいません。裏面はこのようになってます。6つ目開けます。せーの、よっと。やった。
宇田さん、よっしゃ。はい、6枚目は、はじめ社長が出ました。めちゃめちゃ嬉しい。後ろはこのようになってます。僕とはじめさんって6個差なんですね。では、7つ目開けます。せーの、よっと。あ、瀬戸さんだ。やった。はい、7つ目は瀬戸さんが出ました。裏面はこんな感じです。では、8つ目開けます。じゃあいきます。せーの、よっと。あー、ダブっちゃいました。8枚目は、ななこさんがダブりました。では、9個目開けます。師匠出てくれ。では、いきます。せーの、よっと。うわー、師匠だ。やった。うわー。はい、9枚目は、師匠こと、ヒカキンさんが出ました。めちゃめちゃ嬉しいです。裏はこのようになってます。では最後10枚目開けます。ちなみに欲しいのは、はじめ社長の畑の哲也さんと陽平さんと兄さんとデカキンさんと、もう一個のはじめ社長です。じゃあ最後10枚目はこちら。せーの、デッド。あー、マスオさんだ。ヒカキンさんの幼馴染のマスオさんが出ました。裏はこのようになってます。はい、では今回の結果はこのようになりました。まず1枚目がゆうやみさん、2枚目はアバンティーズ、3枚目ははじめ社長の畑のタナッチさんとトマトさんで、4枚目はアバンティーズが2枚目、5枚目はナナコさんで、6枚目は枝さん、あで6枚目ははじめさん、7枚目は瀬戸さんで、8枚目はナナコさんがダブって、9枚目で師匠が出て、最後はマスオさんが出ました。今回の VTuber マンチョコのイラストめちゃめちゃいいですよね。特にはじめさんに至っては遊戯王カードとスライムともやし全部入ってるので、これはすごい嬉しい。で、あとヒカキンさんに関してはスーパーゼウスとコラボしてるので、もうまさにヒカキンさんはスーパーゼウスですよ。いや、この VTuber マンチョコ本当に素晴らしいです。あ、でも個人的にははじめ社長の畑全員揃えたいので、もう一回買って開けたいんですけど、僕の近所のコンビニやスーパー全然売ってないので、今度見かけたら買おうと思います。はい、ということで VTuber マンチョコを10個開けました。もうずっと前から欲しかったので、これを開けてめちゃくちゃ嬉しかったです。シールのイラストもビックリマンチョコのように寄せていてとても良かったです。ちなみに今回出た中でこの3種類がすごい好きです。VTuber マンチョコもう一回買いたいんですけど、先ほども言った通り僕の近くのスーパーやコンビニ全然売ってないので、もし入荷してあったらまた何個か買って開けたいと思います。はい、以上ひらげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。